二代目、金五郎子さん8月明治31年7月3日は、落語家。本名、大藤落三郎。日向の出身。元は、延岡藩士で、高島周藩から宝術を学んでいたという。最初の師匠は、初代、竜亭燕枝毛、竜亭燕花の名をもらった。慶応の頃には、落語界を飛び出しバンドを、かき門下でバンドを吉一を名乗る。 その後、師匠、つばめ枝には美を入れて1876年に、当時住んでいた静岡から上京し、つばめ聖の名で、再び落語家に戻る。1878年には、つばめひさしの名で、東京の寄せにも復帰。1883年1月に二代目、柳屋古参を襲名。1888年3月に、ひいの医学博士、松本淳に、金五郎の号を贈られ。 金五郎子さんと解明し、両国中村郎で解明披露を行う。金五とは鳥の鳴き声のことで、子さん自身が鳥の仕草が上手かったことから、この号が与えられた。他にも、猫というあだ名されたり、新聞には、沈面美人愛嬌の毒と書かれた。1895年頃から体調を崩し3月に、弟子の初代、柳屋子さん時に子さんの名を譲り、自らは、 柳谷金五郎と改名するが、この頃から人気も下火になる。初代三遊亭窓かゆの捨てて小踊りは、この人がつばめし時代に座敷で披露したのを見て窓かゆが真似たのが最初だと言われている。代表的な得意ネタは五人回し、拡大学、猫級などがある。ありがとうございます。